昨日は33人、今日まで確定してないんですけども、午前中で17名、30人近くいました。そちら改まってですね、最初の頃は成人の方が多かったんですけど、やはり学校や登校園幼稚園に住んだら、空襲などをですね、空気や中心に、また現在までの感染経験を見ると、今年はある傾向が。最も行動力のある方々が、たくさん、少々、何よりも、大人に比べて、非常に行動範囲が広くて、そして唯一、変化の状況で、だから、広がりやすい。行動範囲の広い大人が多く感染していることで、ウイルスもより遠くまで広がることが危険しているといいます。この時期、特にインフルエンザに注意を払っている人たちが、それは受験生。まもなく本番を迎える入試シーズンを前に、大勢の受験生が通う進学塾では、こんな対策が。300人以上の受験生が通うこちらの塾では、インフルエンザ対策として、入り口でのアルコール消毒を徹底。さらに職員もマスク着用を心がけるとともに、生徒たちも予防を呼びかけています。3週間後に公立高校の受験を控えたクラスを覗いてみると、16人の生徒のうち、マスクを携帯していたのは12人。そのうち8人は授業中も着用していました。受験生たちに話を聞いてみると、1年生で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 、1年生